ございます。ここは長いね、528。だし、はい、3で乗れば OK。 マジェスティ5番ウッド、なんか良さそうですね。ナイスショー、大丈夫、止まってか、止まった、止まりました。いいと思うですね、うん、そんな土心じゃなかったのに超まっすぐ飛びました。これも一回打ってみたら、これが UF の3番、これちょ打ち比べをね、うん、打ち比べを同じとこからうんとね、飛距離的にはこっちの方がちょっと飛ばないで、ロフトは少し立っていて短い、うんうんうん、パッと見なんですけど、うん、3番ウッドよりは簡単そうだなと思います。やっぱこうなる、やっぱ向いてないです、うん、向いてないです、向いてないです、サマウド嫌なんですよね、今この景色はすごく。そうですね、ちょっと嫌です。で、やっぱ右上がって左にバッて巻いちゃった時にスプーンだともう木の中まで行っちゃうので、もう普通に木の中に行かない距離で左に打てば良いだろうという、はい、何番でことで、ユーティリティの今3番です。 UF の3番です。さっき私がミスったやつだ。そうです、シャトルなんですけど、私のは。そうだそうだ、はい、それで行ってみます。おー、完璧、大丈夫。でもありがとうございます。ゼロバウンスの効果が果たして私はうまく打てるのかなんですけど、58度で56、離れやすい、もうね、うん、今でも違う、この芝生打った感じがもうね、抜けがね、抜け方違いますか。あ、違います、うん、めっちゃ抜けるもん、めっちゃいいだってめっちゃ抜けるって思ったんですよ、もう素振りで。めっちゃ抜け半端ないですね、すごい高いっていい球だった、うん、あ、強く打っちゃった、とんでもないか、うん、マスタッチ、はい、伸びろ、入れ、ナイスパーです。ありがとうございます。あ、うん、ナイスパー。ありがとうございます。完璧。いつか入るだろう。完璧です。このもお願いします。ちょっとあいにくの、そうですね、ぴったりハーフ降ってきちゃいましたが、はい、予報通りですね。予報通り、ちょっと雨が降ってきちゃいましたけど、これぐらいだったらまだいけるかな。そうですね、これぐらいならまだまだ。よし、頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。お願いします。
はい、いきなりスタートしていきなりもあれなんですけれども、はい、プロはゴルフで悩んだこととかってありますか？ありますやっぱり。なんか、はい、例えばどういう、そうですね、私は去年の後半とかパターの調子がすごく悪くて、でパターが悪い、え、なんでだろうみたいな、このなんでこういろいろ考えたり試したりするんですけど、いざ本番になるとなんかうまくいかなくて、多分うまくいかないのをまた考えすぎて、多分ちょっと小細工してるんでしょうね、多分勝手に。本当迷走しちゃって自分のゴルフがどこかに行っちゃって。でなんか私のイメージなんですけど、なんかプロの悩みって言っても、はい、まっすぐ飛ぶし、なんか言ってもパターンも寄ってるしとか、はいはい、なんかその、悩むんですかって感じ。悩みの深さがとかレベルが別からだからだと思うんですけど、はい、あとはまあアプローチの距離感とか、やっぱミスし続けちゃうと、まあ試合が続くので、そこでちょっとミスがパパパンって続いちゃうと、あれ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 みたいな、心配になって、なんでだろうみたいな、その迷ってきちゃって、多分その迷いから悩んで、なかなかすぐ立ち直れないとかなっちゃうんだと思うんですけど。どうやってそれは脱したんですか？オフに入って、オフでこう楽しくというか、あんまり考え、試合じゃなかったら、ね、はい、そんなに考えないので、考えないで、まあ、ゴルフして楽しくゴルフしたりしてると、おのずとなんか感覚も合ってきて、戻ってきた、はい、やっぱあんまり考え突き詰めすぎて、なんかちょっともう確かに自分がどこかなのか分かる、いろいろ試しすぎて自分がなくなっちゃってたというか。まあ、悩みはほどほどにってやつですね。そうですね、悩みはほどほどにしましょう。一番は楽しむことです。楽しむあー、やっちゃった。あー、バンカー。丸満の58度でバンカー落ちます。もう開かなくていい。おお、めっちゃスピン効いてるですね。あ、止まった止まった。うにょー、強い。早い早い早い入れ入れ。あー、早い。ドライバーで意識してることですか？私結構こう引けちゃう、こう腰がですか？はい、はいはい、ことが多いんですよ。結構開きがち、多分アマチュアの方も結構多いと思うんですけど、うんうん、すごい開きがちなんですよ。なので意識的にはまあアウトサイドまではないけど、まあちょっとこっちにならないようにこう長く出して、長く出す、長く出す、前を、そうですね、そうですね、前を長く出そうとしたら勝手に帰るし、こっちがこうならないので、すごいいい捕まったドロー、高いドローが出るなと私は思っていて、アマチュアの方もすごいこう見たすぎてすごいこうなってる方がよく見るので、もう打ってないのに見てんじゃないか。はい、なのでこうすごい長く出して打つイメージしていただけたら、いい感じのドローが出るかなって思うんですけど、試してほしいです。はい、ありがとうございます。はい、でも何意識して打ってんだろうなました。
プロ今あの試合に出られてるじゃないですか、はい、でステップアップツアーもう私も分かってるんですけれども、はい、どういうツアーかっていうのって教えてもらえますか。はい、ステップアップツアーはあのレギュラーツアーの1個下の下部ツアーなんですけれども、うん、でもすごく今はもうレベルも上がってきてて、ね、試合数も最初は3試合から始まったんですけど今はもう21試合もあるので。すごくないですか。すごいです。もうレギュラーツアーと同じぐらい試合数もあって、はいはい、で人気も結構あの、ね、ギャラリーの方も多いですし、はい、スカイエーさんの方で放送してもらってるの で、ね、ギャラリーの方も入ってくださって、はい、結構覚えてくださってます。へえ、ありがたいです。皆さんもぜひあのスカイエーとか見て、はい、まあ、近場のね試合だったら足を運んで見てください、はい、お願いします。お願いします。抜けはすごい。あんなに手前で振ったのに前に。どうしたか。お、曲がってこない。ナイスです。めちゃくちゃナイス。アプローチめっちゃ下手なのに。バーディーチャンス。はい。絶対入れたい。来た。イエーイ。しかもど真ん中から。ありがとうございます。はあ、すごい。やった。